ハノイ天然資源環境大学フンレは天然資源環境省及び州の教育訓練省の管轄下にある公立大学です。大学はベトナムの国立主要大学の一つです。フンレには二つのキャンパスがあります。ハノイとタイ・ウンホアです。ハノイ天然資源環境大学はハノイ天然資源環境大学のアップグレードに 基づいて2010年8月23日の首相の決定ナンバー 1583QDTTG に基づいて設立されました。学校には60年以上の訓練の伝統があり、以前は気象小学校として知られていました。これまでのところ大学は学際的な訓練機関であり、中央レベルから大学院レベルで天然資源と環境の分野で、 国家管理のための高品質の人材を訓練するという任務を負っています。地域へ、ビジネスからコミュニティへ。1955-20005、ハノイ気象衛生学校ハノイ気象水門大学は2001年2月19日、教育小学校の前身である気象小学校、気象中学校の決定により、決定番号721、 QDBGD&T の下に設立されました。気象学学校、気象学及び、幹部学校、及び、ハノイ気象学及び、人事学校。1955-1960、気象小学校1961-1966、気象中学校1967-1976、気象学部1976-1994、気象学、 水門学部1994-2001、ハノイ気象衛生学校2001-2005、ハノイ気象水分学大学1971-2005、中央地席の高校 I、セントラルカダストラルハイスクール I は、以前は1971年に設立された、メジャーメントミドルスクールフィクスチャーズマップスとして、知られているカダストラルハイスクール I から改名されました。 1971年9月1日、即地学と地図作成の高校2001、中央地席の高校を相に変更2005-2010、ハノイ天然資源環境大学ハノイ、天然資源環境カレッジは2005年6月1日の教育訓練大臣の決定第2798号、QDBGD&T に基づいて設立されました。学校、 i 2010年8月23日、ハノイ天然資源環境大学。2018年4月9日の朝、タインホア賞に、ハノイ天然資源環境大学を設立する決定を、発表しました。住所はレイヨン、トランプ、バディンク、ビンソンタウン、タインホア賞です。TH や NHLPTRNG 大、HC、タイウィン、V、A、m モイ TRNGH やノイ。 th a nhlptr ng 大、hc 対ウィン v a m o i t r ng h アノイ th a nhlptr ng 大、hc 対ウィン v a m o i t r ng h アノイ閲覧ありがとうございます。